ええー、皆様、こんにちは。今日雨があの午後からっていうことだったんですけども、えー、割と早く。 え、振り出してしまいまして。ま、そんな中、またゴールデンウィークの、ま、さなかっていうんですかね、え、に、今、教室様のもとに、集ってくださいまして、ありがとうございました。ま、メシア皇坦本宿典まで、 あ、と1か月、まあ、ちょうどあと1か月半ぐらいでしょうか。まあ、まあ、メシアコータン本宿展の前までに、あのこうして、えー、皆様に、あの私のね、思いを伝えられるのは、まあ、最後、ね、こういう形でお伝えできるのは、最後ですので。 まあ私たちが知らなければメシア降誕本祝典を迎える前に知っておかなければならないことまあ受け止めておかなければいけないことある種の覚悟みたいなね迎えるにあたってえまあそういうのをもにねえ確認して もう本当にね、悔いのない、悔いのない形で、当日を、メシア降誕本祝典当日を迎えたいなと、まあそう思っております。で、まあ、今日お話ししたいのは、えー、まあ名詞様のおまあ脳一血、ね。 名主様ご焦点前年に脳一血を発症されたんですけども、この脳一血とね、脳一血を発症されて、名ス様が、のご心境っていうんですかね、それをね、みんなでえ確認したいなと、今日。でもそれが起きたのはですね、 これがまあちょうど、ちょうどっていうか六十八年前の千九百五十四年のまあ四月十九日ですから、まあちょうど六十八年前、約、今日5月一日ですから。で、その四月十九日、ね、四月十九日の午後四時、ね記録によると午後四時、メスさんはね、 お散歩中でいらしたみたいですけど、お散歩中に、あの、突然、まあ当然突然なんですけども、体調崩されて、そして、まあ、当時ね、病院には行かれなかったんでしょうから、まあ症状等を見て、これは脳一血であろうというふうに、 されたんでしょうねおそらくで右手と右足が全く動かないとね最初4月19日で発症して症状右手右足が全く動かない状況っていうのにな,なりましてそれであの、えっと、栄光誌とかね地上天国誌っていうのはもうしばらくの間即休館っていうんですかね出さなくなって。 もうその印刷に、印刷に回してたのももう止められたみたいですけどもね。だからよっぽどの、まあ危機ですね。教団にとって危機であったと。これ今、俺ね、残ってる我々としては教団が普通に存続してますのでね。この、その臨場感っていうのがあまりわからないかもしれませんけども、その機関紙のね、おふ、二つを、えー、発行。 ね、しばらく取りやめるぐらいですからまあこれ教団にとっての一種の危機的状況であったとでまあ名様のね方のご心境はどうだ,かだったのかなっていうとまあこれが4月19日に発症されましてこれ2020 20日21日22日4月22日3日後記録によると夕食後ですね夕食後 非常にこの、喜びを感じられまして、そして奥様をね、まあ二代様ですけど、二代様を呼んでほしいということで、二代様をね、呼ばれて、そしてそこで、二人で、ね、その、泣きながら喜んだという記録。これは、ね、右足はね、あの、右半身動かない、 言っても右足はね右足は少し動かれたみたいですけど右手は全く動かない状況でそれはそのままですよ全く動かない状況のままその喜ぶ要素は普通あまりないですけどね、えー、でもメス様は「こんなに嬉しいことはない」というおっしゃってそれで二代様をねその名ス様のご様子に。 ともに非常に喜ばれて二人で涙を流して喜ばれたと脳一血の三日後でこれが4月22日で23日のえ、まあ、夜ソ産お休みになられてそしてこれがあの夜があまり頭がですね痛くて、えー、眠れないそれで時午前2時頃にいい起きられたりして それ眠れない、あまり眠れないまま、まあ、朝6時、24日、4月24日のね、えー、午前6時頃、まあ、とにかく起きまして、それで庭の方にですね、庭の方に出られて、まあ、車椅子だと思いますけれどもね、えー、出られて、そしてメス様がおっしゃったのは、希望の朝だと。希望の朝だっておっしゃったと。 それで、えー、さらに、ね、いろんな自分の、ね、計画も一通り終わった後だからちょうど休養できるとだ神様は神様は気が利く神様気がきくなということをお世話になったとこういう記録これもまだねそれは右手もほとんどもうピクリともしない状況ですよ でそれが4月24日で25日はね、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけどもあの6月5日もね録音されるんですけど4月25日にもちょっと短いあのお言葉を録音されましてこれは公式の、ね、記録にも残っておりますけどもこれはね出し抜けに来たんで孫、まあ、ついたんでありますというものですね。それで、まあ、これは神秘極まる、まあ、病気でしてってねおっしゃって。 教団の観光物ではそこをジョーーって書き換えられておりますけど、名詞様の音声では、神秘極まる病気っておっしゃっておりますね、ちなみに。で、これは、いい、えー、悪いことではないと。消し、いいことなんですと。決して悪いことではないということをおっしゃったと。それで、えー、まあその前後ね、えー、まあそれは4月。 脳一血を起こされてから一週間以内のことだと思いますけども、ある記録によると、メス様は、えー、とにかく、うもう嬉しく、あまりにもね、大きいことで嬉しすぎて、号泣されたと、ね。今までは嬉しいことはあったけども、今回のも嬉しくて嬉しくてたまらないと。いて、号泣されたと。あのね、ご存知の方は、 メソの脳一血後、名産泣かれたっていうのは、あの、東宝の光のね、えー、あの、電気のね、東方の光にもありますように、要は人類がね、滅ぶのは神様が一番悲しんでるんだと、いうことで泣かれたっていう、そのエピソードは、ね、あの、側近放射の記録から抜粋して、東方の光に載っておりますけども、ね、その喜びの、号泣していらっしゃったんですよ。嬉しくて嬉しくてたまらない。 それで、まあ、そんなことがあって、それから、あの、4月19日から、まず約一月後っていうんですかね、31日後には、メス様は、自分は新しく生まれたからっていうことで、ね、伊豆山神社、ね、伊豆山神社に、お宮参りに行くと、生まれたから。まあ、その途中でね、行かれてちょっと大変だったので、あの、側近のね、 方に代算させたんですけども。架空の話としていらっしゃいませんね。伊豆山神社に実際にお宮参りに、これがまあ5月20日であろうと思われるんですけども、4月19日から31日後の5月20日にお宮参りにね、行かれたと。 で、その、これらのエピ,エピソードっていうんですかね、まあ事実。で、まあ知っていましたのでね、私は。だから、あの、今まで私のこのメース様像っていうのはですね、この、自分がね、何か辛いことがあると。ね、自分が何か辛いことがあるときには、この、 そんなね、心境。ね、今話したようなメッ様の心境は、これは普通は無理だと、そんな風に思うのは。もう、急にですよ、右半身、不随ほぼ不随ですから。まあ、パニックだと思うんですけどね。それで、落ち着いてからね。落ち着いて、一月とかね、二月経って、あ、これ何かいいことあったかなっていうのはあるかなと思うんですけど。 これはもう23日とかもう1週間ぐらいでも本当にその神様の祝福だっていうことでね喜んでいらっしゃってだから僕はその名詞様っていうねこういう特別な方がいらしてだから我々はねなかなかそうは思えない思えないけどもこの名詞様のご親鸣等を拝するときにその名詞特別な存在である名詞様をねお受けしますっていうことで思うことが大切なんだと。 守ってきましたでもそのまあ自分のそのその認識をまあ改めさせられることがありましてそれはメイス様はこのメシアとなるね修行が厳しくてあまりにも厳しくて何遍も自殺。 しようととされたと自殺メス様がですよ何遍も自殺されようとしたとこれは翌年のね昭和30年のえっと正月頃おっしゃってるんですけども、ね、メシアとなるための修行が厳しくてね何遍も自殺されようとしたとでそれを知った時にまあそれまあなんとなくそれは知ってましたけどねメス様がそうおになったのはでそれは最近 まあ自分が思わされたのは、さっき言った私の名詞様像と、違う名詞様像がね、自分の中で、本物の名詞様像っていうんでしょうか。それがこう、感じられるって言いますかね。見えてきたと。というのは自殺っていうことは、あの、 まあ、絶望ですよね。絶望感ですよね。自殺するっていうことは。もう絶望していらっしゃったと、メス様が。だから私は、メス様、ね、脳一血を起こされて、えー、その5日目の朝、希望の朝だと。でも本当は、ね、本当は、 その前日の夜もね、脳の痛みで寝られない。手も動かない、ね。絶望しておられたんじゃないかと。ね、だって自殺何遍もって思うっていうことはいつかの時点で思われているわけですよ。じゃいつだろうかと。だから痛みがあって眠れない。手も動かないっていう時に、もう本当死にたいと思うような絶望感を 味わってらしたんじゃないかと、メス様は。で、その時に、神様が、メス様に対して、あな、あなたはね、今の状況は絶望なのか、希望なのか、どっちだと。ね、私が起こしたことについて、あなたは絶望するのか、希望するのか、どっちなんだと。聞かれたことに対して、メス様は、 ね、絶望を感じていらしてけども、まあ、浄化っていうことも解かれておりますのでね、メス様は。だから、絶望のさなかにあって、その神様の問いかけを聞かれて、いや、絶望ではありません。希望ですと。そう仰せになったんじゃないかと。あるいはね、自分の計画が済んで、 もう神様気が利くなとおっしゃったと。本当にそうだったんだろうかと。本当はね、計画も済んでなくて、最悪のタイミングで来たと。思われてたかもしれないですよ。これもしたい、これもしたい、これもしたい、思ってらした。まだこれもしたいし、これもしたい。最悪のタイミングだと。で、その時に神様から名ス様は、 メス様は神様からこのね私が与えているこの祝福についてねノイケッツっていう祝福についてこれ最悪のタイミングなのかそれとも最高のタイミングなのかどっちなんだと聞かれたそれについてメス様はいやよく考えたらねこれは本当に最高のタイミング ですと、神様。神様の気が利くということですからね、最高のタイミングですと、神様に報告されたことについて私たちにね、おっしゃってくださってたんじゃないかと。だから、決して悪いことではない、いいことなんですっていうのも、神様が、 これ、いいことなのか、悪いこと、ね、絶望するっていうことはもう悪いことも、悪いことも悪いことですよ。絶望していらっしゃるんですから。だから神様が、お前これ、いいことだと思うのか、悪いことだと思うのか、どっちだと。ね、それに対してメイス様は、決して悪いことじゃないと。いいことですと。ね、悪いと思ってたけど、神様に聞かれて、そう聞かれれば、いいことです、神様と。 だから僕はね、その名様が、この脳一血の時にね、その今まで感じたことのない喜び、ね、号泣するような喜び。これね、僕は名ス様、ね、当然名ス様を感じた、になっていらっしゃったんですけど私は、神様がね、まあ脳一血っていう自分のね、愛する子供、名ス様に対して、そのね、脳一血っていう病を与えて、 それについてメイス様が絶望したと。絶望したけども、それを乗り越えてね、神様の問いかけに対して、いや、神様これは希望ですと。最悪のタイミングと思ったけど、最高のタイミングですと。悪いことだと思ったけど、いいことですとおっしゃったメイス様が、それは神様としてはね、嬉しいですよ。だって普通我々は、 何かあったら、いや、タイミング悪い時に来たなとか、悪いことだなと。普通に、ね、そういう思い抱いてますけども、その、ジョをお与えになっている神様の方からしたら、もし我々が最高のタイミングで来ましたと。私のことを一番配慮してくださってたんですねと。いいことですと。希望ですと。 ね、今いただいている情報は希望ですっていうふうに思ったとしたら神様、喜びますよ、当然。与えている方としては。だって親ですからね、私たちの。我々のいいことのためだけにしかお働きにならない方ですから。だから人間の目には悪いことのように映りますよ。だから僕は神様が、メス様がね、自分の子供がそんな痛い中にあって、 ご自,分のねまあ、自分の親心っていうんですかね自分の親心を受け止めてくださっくれたその名様っていう存在に対して本当に親としてね嬉しかったんだと。いや親が自分の愛する子供のためになんとかと思ってね本当につらいところを何かさせて子供が「お父さんお母さんありがとうございます」って言ったら嬉しいじゃないですか親は。本当に愛してれば。 というように、名ス様の中にいらっしゃる神様が、その名ス様のね、思いに、本当に喜ばれて、そして名ス様もね、またその神様の喜びを感じられて、神様が喜んでいらっしゃる嬉しいと思っても、本当に号泣してしまうようなね。喜び。神様の喜びも感じられて。 神様を喜んでることも嬉しいって言っても、嬉しくて嬉しくてたまらないっていうね、心境にまなられたんじゃないかなと。だから我々は、ね、メシア皇太本祝典。ね、メイス様を模範とする。我々ね、メス様、メシアとして新しく生まれになったメイス様、ね、新しく生まれることを目指すって言っても、我々の中でね、なんか、 どうせたどり着かないだろうみたいになってますよ。もう名ス様っていうそんな偉大な存在でね、我々の、我々とはもうはるかに違う存在なんだと、神様から選ばれた。でもしそうだとしたら、この名ス様の努力、ね、心の中での神様に対する努力、も無になりますよ。いや、名ス様特別だから思えるんだと。 でもそれだったらね、我々の教祖である意味ないですよ。我々の心の痛みを知ってくださってね、味わってくださったようなお方だから、ね、私たちの苦しみや悲しみや絶望も理解してくださるんだと。だから、名主様に習うっていう時のその名主様像が、ね、メシア皇太本祝天、名主様に習う。ね、我々の中でどういう名主様像なんだろうか。 その丸々、名刺様とは特別なね、祭り上げて、それで、ね、口だけはね、ね、いや、新しく生まれることが目標です、目指してますって言ったって、それは一生たどり着かないですよ、そこには。でも名刺様も我々と同じような心の思いとかをね、苦しみとか絶望を味わいながらも、 そののの絶望望中に神様の希望を、ね、だからそれ気分としてはね絶望の中だったと思いますよそれはだけどそれを神様は愛だとしたら、ね、絶望を与えるはずがないと思われて希望の朝だってもう本当に何て言いますかねもう自分の深刻を告白する思いでおっしゃってくださったと思うんですよだからもし我々がメス様に習うとしたら ね、100%習わなきゃだめなんですよ。架空の存在じゃなくて、ね、我々と同じ自分と全く同じ心のね苦しさとか辛さとかを味わわれた方でがを我々は模範としてそしてそのメス様が、ね、成し遂げられたところに行こうとしてるんだと。 だからそうじゃなければもう何の意味もないですよ。だからその名ス様の脳遺棄。だからそれはね脳遺棄を通してそういうことを思われた。で我々もねそういう努力その、そういう努力をするならすると。だけど思えないにしても、思えないにしても名手様をね、この名ス様をお受けしますっていうこともね。 どういう名刺さんをお受けするのかっていうことが曖昧であればだって我々は自分のね病気になったらもうずっと50歩100歩みたいな思いを捧げてますよいやなかなかよくならないなとかタイミング悪かったなとかねそれ普通に生きてますよそれで。 じゃどう思われてるんだろうかとその時に。でもメシ様はそれを勇気を持って希望でね希望だしタイミングは最高のタイミングだしいいことだとされたからね神様が感じてた喜びも味わうことができたしまたメシや講談仮祝典を行うことをね神様お許しくださったんだと思いますよ。そういういだから でまたこれが、この伊豆山神社にね、お宮参りに行かれたと。31日目。お宮参りに行かれるってね、いや僕もこのことはなんとなく知ってましたけども、今改めて最近思ったんですけどね、お宮参りに行かれたっていうことは、その前のね、ご自分を名詞様は、 死んだような存在だと認めてるっていうことですよ。だって生まれてね、お宮参り行かれてるんですから。で我々ね、今ね、生きてますかそれとも死んでますか我々は。メス様は新しく生まれる前までの自分はもう死んだような存在だって。 認めておられるから、お宮前に現実的に行かれてるんですよ。そんな、何も赤ちゃん何も生まれてなくて、自分の心の中だけの問題ですよ。新しく生まれたかもしれないって言って。まあね、そういう、あのし、印みたいなのも少しメスさーの場合出られましたけども。まあ普通で言えば、それはおかしいんじゃないですかってことになりますよ。普通の人から見たら。そんなね、71歳のおじいさんが、 71歳のおじいさんですよ。生まれたからって言ってお宮参り行くんですよ。架空の話じゃなくて現実的なものとして名ス様捉えておられる。っていうことはもう我々逃げ場はないですよ。名ス様が。っていうことはその名詞様はその前の自分のご存在を自分はあたかも死んでたかのような存在だと。 認められたっていうことですよ。だから我々ね、今生きてると思ってるけども、本当に生きてんだろうかと。ね、もしかして死んだような存在かもしれないですよ。だけど、だけど、そのメッシア降誕本宿典というのは、 ね、そのの永遠の命、メシア神様の命に生きるっていうことですから、ね、我々今死んでるような存在かもしれないけども我々のね本当の命綱ですよそれこそメシア高誕本宿典は本当の命綱もし今自分が生きてると思えばその生きてる人にとっては必要ないですよ自分は生きてますっていうことですからその永遠の命必要ないじゃないですか神様の命必要ない出る必要ないですよ ね、自分の命を、人生を謳歌してくださいで終わりですよ。でも,もし我々、ね、名シ様が我々に対して、本当はね、新しく生まれなければ、本当は死んだような存在なんだよ、と、ね、おっしゃってんだとしたら、そもうメシア皇太本宿典が我々の命綱ですよ。永遠の命なくして、もうあなた死んだような存在ですね、ということで。 もう終わりですね。だからまあ今日のね「聖書」にもありましたけどね命何を食べようか何を着ようかね何を飲もうかっていうことを思い患うなと我々はもうもろ思い患ってますよ命のことを。 むしろ、むしろ死んだらどうしようと思ってますね、むしろ。死んじゃったらどうしようと。死ぬことを恐れるよりも、今ね、本当の命を掴めないことを恐れた方がいいと思うんですよ。だって、名詞様はそうだったんですから。名詞様は本当の命掴まれて、ね、伊豆山神社にお宮参りされたんですよ。我々まだお宮参りしてないとしたら、 今生きてると思ってるけどい本当に生きたような存在なんだろうかと。だからそこに我々がメシア皇太斑本祝典に望ま,、ね、ませていただかなければいけないまあ必要性っていうんですかねもう避けては通れないことがあるんじゃないかなと。 で、ね、結局その聖書にあるように、ね、空の鳥を見るがよいと、ね、野の花を見るがよいと、ね、どもう明日は死にゆく運命だとしても神様はねちゃんとし何でもしてくださるじゃないかと何を命のことで思い患ってんだと、ね、そこで違法、まあ、人っていう表現ありましたけどもこれは私たちのことですよユダヤ人以外の人たち、ね、神なき民と言われる私たち が求めるものは何を食べようか何を食べ、ね、何を着ようか何を飲もうか。もうそれは事実ですね。神様には申し訳ないけど。だけど、まず、ね、まず神の国と神の義を求めなさいと。まず神の国と神の義を求めなさいと。そうすればね、あなた方が望んでいる大的なものもね、 全て添えて与えてあげますよと。でそんな、ね、神の国と神の義って何だろうってことになりますけどね、まあ、神の国っていうんですから少なくともこの地上ではない、ね、神様の世界、まあ、天国と呼ばれる世界でしょうねだからまず天国を求めなさいってことですね。 じゃメッ様のね、今日のお歌。天国に、予備と救わん望みもて。我、まず天国の人となるなりですよ。我、まず天国の人となるなりですよ。聖書は、まず神の国を求めなさいですよ。そうすればね、望んでいる事柄を与えてあげるよと。神の義。ね、神の義って何だろうとなりますね、これも。 ま、人間の世界の義はいろいろありますね。何が正しいとか悪いとか。ね、この人は正しいけどあの人は悪い。ちゃんと裁かなきゃいけないとかね。これは人間の世界の義神様にとって何が正しいかって言ったら、それは我々ね、全員が漏れなく罪人であってね、私の愛である許しを受けなさいっていうのが神の義ですよ。 正しい人を滅ぼして、悪い人をね、あ正しい人をね、生かして悪い人を滅ぼして、それで終わりが神の義じゃないですよ。神の義は全人類をね、してご自分の愛によって包む。これが神の義ですよ。許しを受けなさいっていうのが神の義ですよ。それが神様にとっての正しさ。ね、この人は正しい、この人は悪いっていうね、それは人間の世界でやりますね。 でも神様はこれを全部を包むのが神の義ですから。ということは、キリスト教徒にとっては当然それは、ね、あがない主と言われる、まあイエスのみっていうことでね。まあ我々はイエスも受け入れますけども。我々はね、神の義といえばイエスの存在でもあるし、このメシアとして新しく生まれるっていうことのために血を流された 血を流されてるんですよ。脳一血ですから。イエスも十字架でね、血を流しましたけど。メス様も血を流してますよ。2000年の時を経て。イースターの翌日に。ね、我々にと、メシア教の我々にとっては、イエスとメス様。ね、許しを受けて、そしてこの神のことあるメシアとして歩む道をね、示してくださった。 ね、この2人イエスとメイス様を受け入れるのが神の義ですよ私たちにとってはまずそれを求めなさいとそうすれば我々が望んでいるものはね何を食べ,食べ物、ね、飲み物着るもの、まあ、この地上での生活をね保障して、ね、困っていることがあっても 手を差し伸べてあげるよとでも今日の御言葉もね我々はメシア教は神様の司令官に入っているとね実際そうですよね神様絶対ですから野の花をね育てるのも神様だし空の鳥を養うのも神様だし 私たちの食事を用意してくださるのも神様だし、その食事を用意する方を用意するのも神様だし、ね、その大自然を用意するのも全部神様ですよ。神様の許しなくして何も動かないですよ。何も動かないし何も始まらない。じゃあこのメシア降誕本宿典はね、これは6月15日に執り行うと。 これ誰が定めたんですか。神様なしでは何も動かないんですよ。としたら、神様しかいらっしゃいませんよ。二千二十二年の。え六月十五日にメシア降誕本粛典を取り行うと定めるのは。神様しかいませんよ。 でね、じゃあ、神様が、もし神様が、もうメシア交代本宿典をね、取り行うのをやめようと。ね、思われたら、我々がどんなに努力してもですよ。6月14日の時に神様が、あるいは当日、もう取りやめようと思われたら、我々がどんな努力しても、その神様を止めることはできないですよ、我々では。絶対ですから。 ね、いや、神様、私たち、こう、準備、こんだけしてます。こんだけしてました。こんだけしましたって言っても、もし神様が取りやめると決められたら、それ、誰も止められない。ね、もしも、もしかして我々の姿を見て、あなた方はね、自分は生きてると思ってると。で、あるならば、もはや、メシア、コウタン、本宿店はね、必要ないと思われたら、おしまいですよ、それで。 で一方ねもし神様が執り行うと決めたら我々がどんなにね人間がいかに妨害しようがどんなことが起ころうとも絶対執り行われますよ逆に神様が定められたらだから我々は このメシア降誕本祝典は確かに祝典っていうぐらいですからねお祝いではあるんですけどもやはり神様に対するもう絶対的なね絶対的な力をお持ちなんだっていう恐れを持ってやっぱり6月15日までまあそれもちろんね6月15日までだけじゃないですけどね でもそういう恐れを持っていなければ本当神様が我々の姿勢を見てもうやめたとそう言われる可能性のある方なんだっていうことは思った方がいいと思うんですよ。あまり考えないじゃないですかそういうのをねむしろ準備の方とか自分がどういうことができるだろうかっていうことは思うんですけどもでもちろん私はねそれであの この人間的なね。それによって、ああ、じゃあ神様がされてるんだからって言って、じゃあ、我々は、ただ神様がじゃあしてくださるなら、じゃあ15日出ようかな、っていうことでももちろんないんですよ。そのメス様はね、その頑張りっていう見言葉ですけどね、神様にお任せしなきゃいけない。お任せしなきゃいけないけど、人力は最大級に尽くさなきゃいけないと。 そこはね難しくてね信仰の妙味でもあるとおっしゃるんですけども人力は最大級に頑張っちゃいけないだけど人力は最大級に尽くさなきゃいけないとまあそれはだからまあ強制してね頑張らせるっていうよりも今日のお歌ありましたけどもね救われし幸を思えば身を尽くし心を尽くして報われやおかん。 自分が本当に、ね、メシア、高旦、本宿店っていうところで死にかけてた。死にかけてたんだけど、命を与えてあげるよと。ね。死な死な,ないで死な、死ぬような存在で終わらすことはしないよと。また同時にね、この地上でも食べ物も飲み物も着物もあげるよと。言うね。 そういう思いをね神様は我々に持っておられるんじゃないかと。では本当にまあメシアコータ・本祝典そういうね恐れの思いを持って だけど救われたんですからねそれによって救われたんですからメシアコー后の本祝典を知ったことによってもうそれに何としてでも報いたいなということでまあさせていただくことをねさせていただければなとでまあこの争い がありますね地上の争いね争いこれがね今起きてることをまあ私たちね一人一人まあどうね向き合ってるのかなとまあメス様は えー「国と国人と人との果てもなき」ね「いさかいとむるは神のほかなき」っていうお歌ありますね。国と国とととと人人のの果てもななききいかむるは神のほかなきまあそれをねそのお歌自身も一体どういう意味だろうっていうことにはなるんですけどもねあじゃあ神様がねどうせ止められるんだと。でまあ ね、いや神様が止められるんだからって言ってじゃあ神様にお祈りしようっていう人もいればいやお祈りだけでは何もならないから、ね、具体的に何かしなきゃいけないとまあねこういう議論はよくされますねまあ、それはね確かに具体的に何かすることも、まあ、必要なことですけどもでも根本的に こうやって何なんだと。ね、この争いっていうものは。で、これもまあ、メス様の歌ですけども。国の悩み。ね、国の悩み。次々起こる歌手さよ。ね、国の悩み。次々起こる歌手さよ。ね、神に背ける。とかにありせば。ね、国のね、悩み。次々起こる。 のは嘆かわしいなとそれ神に背いたトガなんだよと。で神に背いたトガってこれは誰ですかこの背いたのは国ですか一部の人たちですかそれとも私たちですか神に背いたのは 誰が神に背いたんですかそれは当然私たち全員ですよ。だからそれをねそんなねいや戦争なくなってほしい自分がねそんなそういうことを忘れて自分があたかもね神様に対していい子のようにしてね いや、ね、平和が来ますようにとか、戦争終わりますようにって祈ったって、何にも変わらないですよそれ。人類70億人が世界平和を祈ったって、自分がね、その善の立場において、自分が本当はね、神様に背いた、背いた存在なんだっていうことを抜かして、全人類が祈ったって何も変わらないですよ。またそういう思いでね、 具体的な行動をしても、神様からは、そうじゃないと。あなた、あなた自身が、ね、私に背いてたじゃないかと。それをなくしてね、国と国の問題なんだって言ってね、人と人の問題なんだって言って、人力とかね、いろんなことしたって、何にも変わらないですよ。 だからこれはね、第三者的問題でもないし、この争いは。一言でも全然ないし。もう我が当事者も当事者ですよ、私たち一人一人が。でもあんまりそういうふうに思った人いないかもしれないですよ。でも,もし我々がね、メシア教である我々が、 ね、この問題について、あ、これは本当は、ね、私、私が当事者だったんだと。私があなたに背いてたせいでね、ことによって、いろいろこの争いをね、起こさせてしまってるんだっていうことに、本当に気づけたら、もしその我々の思いと神様の思いが合致すれば、もう今でも止まるかもしれないですよ。 一瞬にして。もう明日終わるかもしれないですよ。ということを成し得るご存在だっていうことが我々の中に希薄なんじゃないかなと思うんですよ。人間的な目で見てまだまだかかるな。この問題が解決しない。あの人がこうだ。あの人がこうだ。この国がこうだ。神様ですよ。 我々はまあ、世の中の人はねその平和の祈り捧げるでそれを否定完全に否定してるわけではないですけども我々は本当のね、まあ、本当の神様に対する祈りっていうんですかねだってメス様はお念じしなさいっておっしゃったんでしょ最後壮念じゃなくてああ条例じゃなくてお念じしなさいお念じしなさいっていうことは 言葉が入ってきますよね。だそれまでのご信境とものすごい転換ですよ。それまでは黙ってね、条例。これがそれまでのご信境ですよ。でもそれからお念じしなさい。言葉が入ってきますよ。祈るっていうことじゃないですか。これもちろんね、名ス様が生きてらっしゃったら、もっといろいろ教えてくださったかもしれないですよ。 でもそれを教祖様が教えてくださってるじゃないですか。お念じしなさい。何を念じるんだろうと。だから我々がね、その本当の神様がね、望んでるお祈りをね、もし捧げることができれば、それは我々、メシア教の我々なんてね、もう全然相手にされてませんけどね、もちろん世界情勢の中で。 だけど本当に我々一人一人がね、一人また一人と、あ、私のせいだったんだなと、私が背いた咎だったんだなっていうことで、それかもしかして、もっと長引く、もっと大変だったはずの神様が半分ぐらいにしてく,るくださるかもしれないですよ。五分の一ぐらいにしてく,くださるかもしれない。もっと小さい被害で済むようにしてくださるかもしれないんですよ。だから私たち一人一人にかかってるんですよ。 全然一言じゃないですよ、この、この世の中の争いの問題は。だから、まあそれね、まあ具体的に、ね、そのいろんなニュースを見聞きするときももちろんありますけどね。だけど、それ具体的にはね、具体的にはそれが私たちの生活で、 現れてるんですよ。自分の家族のこととか。ね、この、争い、世の中の問題は大きいですよ。ね、自分の生活すると関係ないみたいになってますけど違うんですよ。具体的には、具体的には、一人一人が担わされてることありますね。隣人関係とか、家族とか、夫婦のこととか、ね、職場でのこととか、 ね、体を通して感じていることとか。もう我々の底辺の思いですよ。もう人に一番知られたくない思い、ね。一日中感じてますね、そういうの。それが関係あるんですよ、本当は。だからそれに対して、ただね、あ、これをね、お許しくださいだけじゃなくて、それは本当は救いのために、 ね、皆様の心に現れてるんですから、ねまあ、3月もちょっとお話ししましたけども許されてんですよと命ありますと永遠の命ありますとあなたにはねその我々の中のその思いですよね我々の中に結ばれてる全人類と先祖の思いが湧いてきてるんですよ今その方々に対して 一日一回でもいいですよ。一日一回でも。大変ですからね。いろいろ自由に思いたい、思いたいですからね、我々は。でも一日一回でも、あ、この思いは、この思い、あなた方許されてるんですよ、と。永遠の命に至る道がね、用意されてますよ、と。いうことがね、 まあそれが本当のお祈りであるしそれが絶対この世の中を我々ね結果しかわからないからたらればの世界がわからないですからねでも私たち一人一人のその思いが必ずね光にあふれて世界をつくっていくとでは「だからメッシア降誕本祝典」っていうことは 今までのね、人間のただお許しくださいじゃなくて、今度は神様の立場として、神様っていうのは祝福を分け与えるか方ですよね。その真似事していいっていうことですよ。自分の中にいる多くの人たちに、ね、許されてますよ。生きたものとなってますよ、と。だから、メシア降誕本祝典に向かう今、またその後も、これからは、ね、ずっと今までは人間のね、 中の思いでお許しくださいとかね、悪いことしちゃったで、ずっと来ましたよ。でもそれを大きく超えて、天国ですから、我々がいるのは。天国の人となれますよ、もうお姉様になってんですから。天国の人となって、その天国のね、祝福をね、分け与えて、そしてね、素晴らしい世界を作っていくっていう契機になるのが、 まあ、メシア皇太殿。本祝典であると。だからそういうゴールではなくてね、私たちの本当の、それは生き方ですよ。人間に与えられている本当の生き方に目覚める時が来たんだと。だからメシア皇太本祝典を執り行うんですよ、私たちは。だからそういう。 まあね、神様がそれだけの使命託してくださってるわけですから。ね、その本当の神様をお仕えする道っていうのが我々人として生まれた、それが幸ですよ、本当の。そのね、大いに歓喜してね、天国の歓喜を味わってんですよ。あるんですよ、天国が。まあそれをね、確信して、 まあ、メシア炭の本宿典迎えて、そしてまたその後もね、神僧の御用に、ね、この世の中は本当に、ね、光あふれる世界、喜びあふれる世界、私たちの、小さいかもしれないですよ、私たちの一日一日のことは、それが関係あるんですよ。そういう光の世界をね、皆様と作っていきたいと思っております。ありがとうございました。